じゃじゃん。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はハワイに来ております。今日はですね、トランプインターナショナルホテル&タワーズビーチウォークということで、本日はねこちらのホテルに行きたいと思います。ということで今回ですね、またまたハフでね予約させていただきました。今回もね廃課金させていただいて、こちらねスイートルームがあるということで、本日はねこちらスイートルーム、行きたいと思います。ということで行きましょう、行きましょう、ゴー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 。ということで今ね時刻は朝の10時半ということで、多分チェックインさせてもらえないと思いますんで、まあひとまずですねちょっと荷物を預けてゆっくりしてからチェックイン、ね、していきたいと思います。ということで行きましょう。今回も不死旅行なんで、もう楽しんでおります、ハワイは。はい、降りるよ、せーの、よいしょ。暑い？何？初だね。パパもこのホテル初めてなんで楽しみです。車いるから気をつけてよ。ハロー、イエス、チェックインプリース。We can do is hold on to your bag. You can see if the room is ready early. If you are able to check in early, we'll take your bags up right away. Yes. If you aren't able to check in, just see us if you need anything out of your bag. What is the reservation under? What name? Yota. This is your ticket for your bag. Thank you. Candice is going to escort you towards the elevator. Thank you. 持ってってくれるって。Thank you. Check-in is on the sixth floor. Sixth floor. Thank you. Hello.Beach towels up to the side. You can take those whenever. Okay. Thank you. And these elevators only take you to the sixth floor lobby. Once you get your room key, you can take the side elevators. Thank you. 一緒に来てくれんな。Just need passport or ID along with credit card picture. これダメ、これ大事だから。これ大事大事だから。You. Thank you. わすごい。素敵。やめてやめて。Thank you. Thank you. あら、チェックインしたらウェルカムドリンクをいただきました。いただきました。グミもいただきました。マンゴーグミ。はい。開けて食べていいよ。好きな味食べて。いらない？いい？うん。息子さんはいいよ、開けて。ちょっと待って、テープシュシュあるかな。はいよ。開けれる？開けれる？開けようか。うん、1個開けれた？ちょっと開けた。いや、めちゃめちゃいいですね。いや、ダメそう。はい。こちらが館内の設備でございます。はい。はい。大地くん、お部屋できてるってよかったね。入れるお部屋。すいません、すいません、ありがとうございます、バイバイして、ありがとう。よかった、部屋入る、部屋準備できてるって。最初のホテルは何？できてたね。まああれはね時間が遅いからあれなんだけど、本当はねチェックインって3時ぐらいからだから、本当は入れさせてもらえないんだけど、もう準備できてるからどうぞって。2002はどっちだ、こっちだ。2011 20、あ、こっかな。2002 2002、あ、ここです。では今回は2002という客室です。カードをかざして、カードをかざしてください。どうぞ。どっちでもいいよ。タッチよ、開いた、開いてない、もう一回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 離して、いいよ、開いた、はい、開けて開けて開けて、いいよ、よいしょ。ということで入ってまいりました。いいよ、行って。ということで入ってまいりました。はい、今回ワンベッドスイートルームということで、わあすごい、やっぱりすごいですね。どうでしょうか、どうでしょうか。
どうでしょうか。もう一個寝場所あるよ。あるね。もう一個寝るとこある。来て。はい。で、うん。ほら。本当はね、ベッドが2つあるんだね。すごいね。繋がっちゃってるやん。テンション上がってます。よかったよかった。はい、ということでカーテンを全開にしました。いや、これはすごいですね。はい、廃課金した甲斐がありましたね。こっちから見ていきましょうか。今回ね、このスイートルームにはこういったね、洗面台とかコンロとかね、あのキッチン用品もある客室になっております。ですんでね、電子レンジとかオーブンとかもねついております。あと包丁とかね、お皿とかも入っております。いや、いいですね。はい、でここら辺にコーヒーとかもありますね。はい、でコーヒーメーカーもあるのかな。あ、これは何だろう。あ、そうですね、コーヒーメーカーもありますね。あとお湯とかもいけるのかな。はい、でこちらにオーブンと電子レンジ。電子レンジがあるのは本当にいいですね。本当になんかないですかね。旅には電子レンジが欲しいですけどね。これ開かないのかな。あ、これ、あ、これ冷蔵庫ですね。失礼しました。開きました。で、お水。こちらにお水ですね。はい。でかいな、冷蔵庫。たっぷり入りますね。で、こちらがテーブルという感じですね。いや、すごい。はい、こっちにも普通に、あ、食洗機。すごはい、ワインクーラーかな。でこちらにリビングエリアですね。こちらはソファーがベッドになると。だからこれソファーにもできるってことですかね。違うのかな。もう入った時からこうだったんですよね。はい、まあどっちでもいいですけど、まあ今回ね、息子と2人なんで、これは戻したいけど、どうやって戻すのか分かんないですね。後で頼みましょうかね。はい、でこっちにテレビが大きいのがあって、こっちに一人掛けのソファーがあります。すごいですね。テレビはサムスン製ですね。ではこっち側に行きましょう。でこっちに台があって、 PC デスクですね。いや、仕事がしやすそうな PC デスクで、メモ帳とかもありますね。はい、あとホテルのインルームダイニングのメニューとかもあります。でこれですよ。私これはね、あると思ってなかったです。バルコニーもあるんですね。いや、いい、ちゃんとね、海も見えるんです。いや、めちゃくちゃいいですね。うん、まあ、今回ね、こちらシティビューの客室なんで、まあ、メインはこっちになってるんですけども、まあ、一応ね、角部屋ですね。はい、海も見えるという感じです。いや、すごい。ではこっちがベッドルームですね。はい、こっちも結構広いですね。ベッドもめちゃくちゃでかいですね。これで見えますかね。はい、かなり大きめです。コンセント類はこっちは、あ、 AC が奥にありますね。あとこっちにも AC があります。あとこっち側にはテレビのリモコン、テレビが反対側にあって、ここにタイプ A と AC がありますね。これだけあればまあ大丈夫そうですね。あとすごいな、すごい、いろんなコード類の、これも充電ケーブルだと思うんですけど、対応してるみたいですね。違うのかな、もしかしたら音楽聴くやつかもしれないですね。はい、で反対側にはテレビと、でこっちにね、クローゼットがあります。よいしょ。あ、ガウンとかもあるんだ、すごい。あ、すごい、ちゃんとスリッパがありますね。いや、すごい。こうハワイでスリッパを初めて見たかもしれないですね。はい、でガウンと、あとアイロン台等々もあります。あとランドリーバッグ、ちゃんとトラムさんの名前入りのありますね。でこちらにバスルームと、こっちにバスタブがありまして、バスタブとシャワーは一体型のやつですね。はい、かなり広い、そして深いですね。うん、ちょっと息子レベルだとちょっと溺れそうなぐらいすごいけど、めちゃくちゃ深いですね。でアメニティはこちらです。はい、ダイヤモンドソープって書いてある。はい、でこちらにも同じのがモモアンセット、あとこんな感じね。すごいですね、さすがスイートルーム。
はい、全体はこんな感じになってます、はい、でお手洗いもついていると、まあ、お手洗いは独立してない感じですね、まあ、ハワイのホテルあんまり独立してるの見たことないですかね。でこっちにまた戻ってこれるという感じですね。この扉は何なの？おー、あるって聞いてました。洗濯機、いやいいですね、洗濯しちゃいましょう。はい、たくさんあるんで。で入ったところにもですね、こんな感じでウォークインクローゼットもあります。はい、まあ中はこんな感じですけど、はい、っていう感じですね。ということで今回ね、こちらに一泊ね、お世話になります。まあ特典としてはですね、 Wi-Fi が無料で利用できるっていう点と、あとありましたね、なんかウェルカムギフトみたいなのがありました。こちらに、はい、クッキーいただきまして、あとこれも多分もらっていいやつだと思うんですよね。特に値段とか書いてない、これ、まあ、ペットボトル、まあ、ドリンクホルダーみたいな、はい、まあ、これであれなのかな、グラス代用してっていうわけではないんですけどね、うん、どっか値段書いてあったらお金かかりそうですけど、ちょっとこれ後で聞いてみましょう。まあそんなもんですかね。あと Wi-Fi が無料でねもらえるのと、やはりね日本人のお客さんがかなり多いということで、あの案内もね全部日本語で、チェックインも全部日本語で利用することができましたんで、やはりね安心して利用することができますよね。ということで今回こちらに一泊お世話になろうと思います。ということでちょっとね、ちょっとゆっくりしつつ、過ごしたいなと思います。いいよ、ほんで。それでは廊下はこんな感じで、ちょっと今ね6階にあるプールに見に行きたいと思います。廊下はね結構コンパクトな感じです。楽しかった？うん、うん、よかった。また来ようね。うん、ここと向こうとどっちのホテルがいい？ここ。こっちの方がいいの？なんで？だってうんうん、お布団2つある。それが理由？すごいね。アロハ。座ってきたら、座ってきたら、すごいね。ここはチェックインフロアの階で、こんな感じでね、はい、外も楽しめちゃう。すごいですね。ソファエリアもあって、息子は今くつろいでます。いや、これはいい。まあ、軽くね海とかも見えると。ではプールエリアに行きましょう。こうね、あのチェックインフロアになってるんで、こんな感じのもあります。よいしょ。この先にタオルとかがあって、その先にプールがあります。まだ入ってる人いるかな。あ、まだいますね。あ、でもかなり減ってますね、やっぱり。誰もいないですね。はい、やっぱりもう夕方ということで、また今ね夕飯時なんで、皆さん食事に行ってるのかもしれないですね。で、まあ、こんな感じでどこでもね、あの無料で利用することができて、ここにねタオルがありますんで、まあ、これをつけて、まあ、利用していただく。でね、コンセントとかもついてるんで、充電しながら利用してる人も先ほどいました。でプールはねこんな感じで、そんなに大きくないですね。はい、こんな感じのプールで、で真ん中にねジャグジーがあって、そこだけちょっとあったかいのがね流れてます。この柱の後ろはジャグジーですね。はい、本当にね結構コンパクトで、またねホテルの人しかやはり使わないんでね、そんなに混み合わなかったですね。先ほど昼間ぐらいに来た時もこんな感じになっております。先ほどねちょっとね息子とこのプールエリアにいたんですけど、隣のお客さん同士がねマジガチの喧嘩を始めて、結構びっくりしましたね。息子も固まってました。はい、あのグラスの水をかけ合うみたいな感じの、私の方に氷が飛んできてね、はい、かなりびっくりしましたね。あのアメリカ人の人の喧嘩はこんな感じなんだと思って、やっぱりあの言っちゃいけない言葉をね、あの言ってましたね、私でも分かるような。ということでこんな感じのプールエリアになってます。あとねそこもあの日が浴びれる、まあ、そこはプールはないんですけど、ベッドがある感じで、あとね店員さんがいますんで、飲み物とかも注文できます。まあ、せっかく来たらね、ぜひ、かなりね
あの息子ものんびりしてたんで、ぜひ来た方は利用してみてください。ということで今日のところはゆっくり過ごしたいと思います。それでは夜になりました。今ねちょうどバルコニーに出てきまして、ちょっと波の音でもね聞きながらお酒でも飲みたいななんていうふうに思いまして、出てきたわけなんですけども、いやね夜はね結構寒いんですよね。はい、で先ほどね一回雨もねぱらつきまして、うん、まあでもね雨が降ってないと結構今ちょうどいいぐらいかな。さっきはちょっとね本当に寒かったんですよね。はい、今6月の頭ですけども、これが7月とかもうちょっと行けば夜もねもうちょっと暑いのかななんていうふうに思うんですけども、いやねバルコニーがねラナイっていうんですか、はい、ついてるのは本当にいいですね。うん、で全然気づかなかったんですけど、この目の前のねプールがあるホテル、ここエンバシースイートなんですね。はい、昨年ね2022年ヒルトンダイヤモンド修行でハワイ来た時にこちらで、ね、宿泊しましたね。いや懐かしい、本当に窓谷のホテルだったということで、ハワイもねたくさんホテルがあってねいいですね。またいろんなホテルがね泊まりたいなっていうふうに思っちゃいますね。はい、ということで今日のところはですね、こんな感じで休みたいなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今ね朝の6時半ぐらいになりました。そろそろね空港の方に向かわなきゃいけませんので、チェックアウトにして、空港の方に向かいたいと思います。いやねスイートルームっていいですねちょっとね初めてこういったね高いホテルにあのアップグレードではなくね、利用させていただきましたけども、非常に満足感ね高い宿泊となりました。いやね朝焼けもこんな感じで見れるっていうのは本当に贅沢ですよね。はい、ということで今回はですね、ハフで、トランプホテルインターナショナルワイキキビーチかな、こちらワンベッドスイートのね客室に宿泊させていただきました。非常にね良かったです。ちょっとねもう二度と泊まることはできないと思うんですけども、初めての体験ということで非常にね楽しかったです。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。